お疲れいちです。かんさん天使ありがとう。何これ、初めて見た。なんかまた新しいやつが始まったんですか。天使ありがとう。こんばんは。ごめんね、急に始めて。お疲れ様です。かわいい、ありがとう。トウモロコシさん、なんだこれ、なんか星みたいなやつ、ありがとう。なんていうんだ。あ、絆創膏外した、でもまだ痛い。人参好きさん、10周年の住宅さん、ありがとう。今日は15分だけショールームしまーす。そこをなんとか16分1分しかかん。今日なんかめっちゃ髪の毛ぐねんぐわんってなってる。ま、アイロンしてないしそうなっちゃうか。アイロンしないとめっちゃくせ毛。ストッパーかけたいな。髪の毛めちゃくちゃ嫌だから。今日コンタクトも入ってないからあんまり見えない。ね、グワンってなってる。グワンってなってる。なんか嫌だな、それは。ちょっとそうやって言われるのはちょっと嫌だな。今日もおでんなんですよ。今日もおでんを買いました。今から飛んで埼玉見たい。いいな、ゲーム飛んで埼玉見たい。夜に行く映画館いいよね。でも家族とさ、映画見るときだいたい夜に行くこと多かったんですよ。だからさ、夜に行く映画館めっちゃ好きだった。いいな、いいな、飛んで埼玉ね、見たいよね。そう、今日もおでん、明日もおでん、おでん大臣。そうなんですよ、もう毎日おでんです、最近は。毎日おでん食べます。いいね、飛んで埼玉見んのね、羨ましい。ゲームを早く見たいんです。いちごとね、見に行こうねって言ってるんだけどね、いつ行けるかな。今日見に行ってくればよかったかね。やっぱフッカルさんにならないといけないよね。ね、見たら飛んで埼玉トークしようね。いや、でもメグザモンスタートークならできますけど。メグザモンスタートークできますけど、でも見た人いないでしょ。ではめっちゃおすすめしたけど見た人いないでしょ。メグアマプラに来たよ、だって。え、リエもそう、アマプラで見たよ。メグの1はアマプラで見ました。2は映画館行って見ました。
さん、星みたいなやつたくさんありがとう。これ正式名称何なんだろうね。たくさんありがとう。天使もありがとう。なんだこれは。マッツさんもたくさん、お星様ありがとう。星様じゃないよねきっと。なんて言うんだろうこれ。あ、マッツさんライオンありがとう。え、このライオンさっき可愛かった。めっちゃなんかあれだよね、あれみたいだった。星座みたいな感じだった。シンガーさん綺麗ありがとう。すごい、なんかまた変わったみたい。変わったんだね。ありがとう、マシンガーさん。こんな今日本当にノーメイクなんだけど、だからよろしくないんだけどさ、ありがとうございます。目でね見てください。獅子座流星群関連らしい。あ、そうなんだ、獅子座ギフトみたいな感じなんですね。じゃあ、へえ、すごい、獅子座なんだ。へえ、そうなの、サソリ座とかやんないのかな。ね、メグ見てください、面白いから本当に。でサッチと一緒にメグ見に行ったんだけど、面白かったので見てほしいです。おすすめですよ結構。これ寝癖なんかな、わかんないけど、すごくない？ほらこの癖が。メイクさんに怒られる癖毛なんですね。ストパかけたいです本当に。すぐ見ますだってメグ。あ、どうぞどうぞじゃない、ぜひ見てください本当に面白い。どっち見るんですか、1見るんですか、2見るんですか。いやでも、1、いやでも2の方がなんか戦いシーンが、戦闘シーン多めな気がします。いろいろこんな感じがする。ハラハラするんですよね、そのハラハラが好きなんですよ。なんかハラハラ系の映画ないですか今。なんかそう、この前夜学校の課題やりながらアマプラ見てた時あったんだけど、あれを見たの。なんかこの壁のなんか めっちゃでっかい迷路みたいなやつなんだけど、今アマプラのランキング入ってるやつなんですけど、でっかい迷路のやつなんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、でっかい迷路があって、なんか結構シリーズたくさんあってさ、なんかウォールなんとかみたいな、ウォールかんとかかんとかみたいな、壁がコンクリートの壁をこうなんて言うんだろう、こう迷路みたいに受けてくやつみたいな、誰か絶対知ってるはず。大さん、バイオハザード好きです、見ました。バイオハザードはもう姉妹兄弟みんなで見ました。バイオハザード好きなんですよ、妹もお兄ちゃんもバイオハザード結構好きなんで見ましたね。でも途中までの作品しか見てない。なんか途中からなんかもうやっぱり超能力の世界みたいな感じになっちゃった気がしたから、そのあたりから見てない気がします。そんな感じ。とどみちさん、かわいい、ありがとう。たくやんさん、なんだっけこのキラキラのやつ、ありがとう。獅子座みたいなやつ、そうそうそう、そんなやつです。え、
あの壁の迷路のやつが出てこないね。なんだっけあれ。まあいいや、もう後で探します。じゃありえちゃんいろいろよくして。本当に？なんでだろう。映画たくさん見てる。そんなことないんだけど、なんでだろう。レイちゃん、レイちゃん伝えたくて欲しいから絶対お話が行きたい。嬉しい。なんだろう、でもちょっとドキドキなんですけどすごい、もう大切ぶりに来てくれた、ありがとうレイちゃん。こんななんか何の用意もしてない状態で申し訳ないお話し会、お話し会待ってるね、ありがとうフ副体のアーカイブ、あそうだね、副体ね見たよ。リエはアーカイブもユーナと一緒にアーカイブ見た、アーカイブも見たし、なんかさ、そうそうそう、まあでも僕隊またね12月にもすぐあるからね、それもね楽しみにしててくださいね。12月はねクリスマスコンサートも、クリスマスコンサートもあるから、たくあるからイベントがたくさんあっていいね。お話し会もあるしね福岡でね。僕対福岡のお話し会、クリスマスコンサートみたいな感じかな。楽しみですね。クリスマスコンサートのレッスンはねいつから始まるんかね。クリコンのメンバー早いね、貯めますね、そんなもんなんかなあ、高谷さん、そうそうそう、え、わかんない、え、ちょっと待って、わかんない、それかな、ちょっと待って、調べたいのにタブレットない。ちょっと待って、じゃあ後で調べようタブレットが消えた。あれってここに置いといたのに、昨日隣に置いてたはずなのに。そう、でもなんかわかんないけど、なんかそう、内容がそうだったらきっと、あそう、え、そう、迷路のやつ全然ウォールとかじゃなかった、なんかウォールとか入ったって気がするとか言ってたけど全然入ってなかったわ、嘘ついたビンゴの神さん、12月もリーチ活が忙しいだって、嘘つけ、リーチ活じゃないやろそう、調べてみて。大さん15分でも配信してくれてありがとう、こちらこそありがとう、来てくれてフフ今 D が楽しみにしてた唯一の楽しみがなくなっちゃったから、もう本当にショックで、もうどうやって立ち直ったらいいのか分かんない。あ、こっちにあったわ、48チャンネル出演3期生楽しみ27日、え、それもう出たの、いつ出たんですか。やばい、めっちゃ売れちゃったそう、清水さんと遊びに行けなくなっちゃった。だって、ね、遊びに行く日までね決めてたんだけどね、遊びに行けなくなっちゃってもうショックすぎて本当にもう辛い、唯一の楽しみだったのに本当に。なんだっけ、メンズなんとかみたいな
そう、これ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 です、これこれです、これ見ました。なんかね、めっちゃ前に一番最初のやつを見て、なんて言うんだろう、なんか怖かったんですよ、それを覚えてて。で今久しぶりにアマプラ開いたら、この前ね、なんか続編みたいのめっちゃたくさん出てて、びっくりして見たんだけど、ちょびっと見た2みたいな、2はなんか砂漠みたいなやつだったよね。もう本当にショックなの、本当にショック、もうショック、めっちゃショックだった。そう、まあ仕方ないよね。いやもう、もういつ次会えるんだろう、もうクリスマスコンサート終わるまで会えないんかな、きっと。そんな感じがしなくもないけどね、残念すぎて本当に悲しい。確かにまだ11月だけど、ね、悲しいです。もう何を楽しみに何を楽しみに頑張ったらいいんですか それがめっちゃ楽しみだったかな。それ清水さんと遊びに行けるから、ああレッスンも頑張ろうって思ってたけど、もう遊びに行けなくなっちゃったから、ああ何が、私の楽しみがないよ。クリスマスは家族と過ごせるから好きなんですよ。確かに福岡もあるけど、そうめっちゃショック、本当にもう悲しい。確かにそうだよね。レッスンでなくなっちゃった、行けなくなっちゃった。ちょうど遊ぼうって言ってた時間からレッスンが入っちゃった。あーショック、本当にもう悲しい。多分お互い清沢さんもリエも学生だから、なかなかあの学校の都合とかがあって予定が合わないんですよ。だからこうなってしまった。見えすぎる、本当に泣きそう泣きそう、てか泣ける本当にねえ、そうだよね、ファイトだよ、はい頑張ります。そうだよね、まあおでんでも食べて元気出そうかなって感じですねフフフフ、長い人生そんなこともありましょう。だってそっか、そうだよね、
年玉楽しみに。え、やだ、お年玉なんかいらないからシミサラさんと遊びたい。遊ばなくていいんですよ、もう会えればいいんだけど、もうそれでいいんだけど、会えればそれでいいんですけど。私プライスレス早いんだって。アミちゃんに会えるから。いつ会えるんですか。アミちゃんに会えるのはいつですか。じゃあもう、もう寒い。あ、確かに福岡、あ、でも時間が合わないと会えないんか、福岡のお話し会も。しみさらさんの福岡、確かにしみさらさんの福岡買ったら会えるね。そうですね、ごめんなさい、すいません。そうですよね、わかんないですよね。まあそりゃそうだよね。ね、しみさらさん福岡何時間目なんだろう、気になる。でもいつも会わない気がする。え、でも待って、幕張はね会えたんですよ、会場で。同じ移動の時一緒だった気がする。まあ仕方ないですね、もう。はい。じゃあ誕生を見ます。もうやだ、全部全部無理。本当にやだ、もうやだ、何言われても、何言われてもダメ、もう無理。反抗期かな、イヤイヤ期突入。それでは13位トトミチさんありがとう、12位ヤシギャキさんありがとう、11位さやまっちゃさんありがとう、10位リンチンスキさんありがとう、9位中田さんありがとう。待って、ちょっと待って、どこまで読んだっけ。9位中田さんありがとうございます。8位 J 中間さんありがとう、6位イスケマシンさんありがとう、9位高山さんありがとう、4位大ちゃんさんありがとう、
情が読めない。困った。ちょっと待って。めっちゃ目赤い。だって目と鼻が赤すぎる。って読んだんだっけ。分かんなくなっちゃった。5位、高山さんありがとう。4位、大ちゃんさんありがとう。3位、ルパンさんありがとう。2位、マッツさんありがとう。で1位はマシンガンさんでした。ありがとうございます。ごめんなさい、本当にありがとう、ありがとうございました。お疲れ様です。流星さん10周年ありがとう。ごめんなさい、ありがとうございました。頑張ります。おやすみなさい。